こんにちは。プロボックス初心者の森泉です。はい、今日はですね、ちょっと天気がめちゃくちゃ良すぎて、ちょっとサングラスをかけての、撮影になっております。申し訳ございません。サングラス取るともう眩しくてもう目がこんな感じになってしまうので、今日これをですね、撮ってて、ちょっとね、前々からやりたかったなっていうことがありまして、あのですね、プロボックスを乗ってる人がすごくやっぱ多くてですね、コメントもねたくさんいただくんですよ。納車されましたとか、まあ、ずっと乗ってますと、でいろんなアドバイスいただいたりとかするんですけど、でこのプロボックスを愛車にしてる人たちの、呼び方をちょっとこれこのチャンネル内、僕のチャンネル内だけでもいいんですけど決めたいなと思いまして、で今日撮っております。この YouTube のチャンネルのアンケートのところにもいくつか候補をね上げさせてもらって、9票ぐらいかな、入ったんですけど、これをねちょっと皆さんで決めるっていうのもあれなんですけど、なんかコメントいただけたら嬉しいですね。僕が考えた、この語彙力のない僕が考えたいくつかの候補で3つですねあるんですけど、ちょっとそれを、言っていきたいと思います。1個目、これがですねプロボクサーです。まあ、プロボックス乗りを、まあ、英語風にでプロボックスの巣をですね、人は、まあ、ちょっと僕よくわかんないんですけど、プロボクス、プロボクサー、プロボクス乗りっていう感じにすると、まあこういう感じになるのかなっていうので、プロボクサー、これ一番なんかかっこいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあこれが1つ目で、2つ目がプロボーラーです。これプロボーラー、まあ、これもいいなと思ってちょっと考えたんですけども、プロボーラーって完全にこれ、ボーリングする人になってしまうので、まあ、ちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、候補としてね、プロボーラーで、プロボクサーも、考えてみるともうボクサーですよね。プロボクサー、ボクシングする人になっちゃうんですけど、なかなかちょっとですね、これが、まあ、2個、まあ、まあまあかっこいいかなっていうので候補があって、で最後ですね、最後ですね、もう一個がこれちょっと漢字にしてみたんですけど、プロボックスを漢字、日本名にすると、プロはフロート、ボックスは箱、ということで、愛車、これ何だったっけな、日本語で読むとちょっとよくわからない感じになってしまうんですけど、クロート箱愛車、クロート箱愛車っていう名前によろしくみたいな感じでですね、ちょっと考えたんですけど、まあ、これはちょっと完全ボツですね。ということでですね、ちょっと語彙力のない僕が考えたんですけど、なかなかいい案がなくて、これはもう皆さんのお力を借りて、プロボックス乗りの、愛称を決めたいなと思うので、これねコメント欄に書いていただくのもすごく嬉しいですし、まあ、はたまた、まあ、インスタもちょっとやらせてもらったので、そちらになんかこう DM とかで送ってくださるのもありがたいんです。なんかねいい方法ないかなと思ってます。はい、ちょっとね、別に大した話題ではなかったんですけども、ちょっとこのちょこちょこねこの話題は出していきたいなと思うので、まあ、今回だけではなくて、まあ、いい呼び名があったらもう決めさせてもらって、まあ、でも定着させたいですよね、早いとこ。そう、でもやっぱ一番プロボクサーがいいのかなってな感じで考えております。はい、というわけで、いい呼び名があったらぜひとも皆さんのねご意見をお聞かせいただきたいなと思います。というわけで、素敵なプロボックスライフを
送りましょう。グッド評価と、もしチャンネル登録されてない方いましたら、ぜひ来ていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。